ベストギアの資格ということで、うん、はい、なんで来ましたよ。お、来ましたか。あ、登場しましたね。東京タワーの前からやってきました。東京タワーの前から、浜松町から。ありがとうございます。はい、じゃあ早速登場していただこうかな。こんばんは。こんばんは。ベストギア編集部の滝田と申します。いつもお世話になってます。お疲れ様です。よろしくお願いします。じゃあどうしよう、人が多いから。そうですね、ちょっとちょっと4人はミッキー無理だよ。うん、どうしますか。こちらのどうぞ、よかったら。優しい。失礼します。これモテるほどこうやって一歩を譲るんだよ。こっから始まるっていう、これがリア充だね。リア充の秘訣だと思います。すいません、緊張しないで。今日はいろいろ持ってきてもらってるんですけど、はい、まず最初は何でしょうかね。紹介していただけるのはこの辺の、この山は、はい、実はこの雑誌で中華家電というですね、中華家電、はい、毎回連載を毎月毎月やっておりまして、はい、それの、いや、ですね、こういう中国で、まあ、作られているようなこういうデジタルガジェットで、動きがおかしいんです。中華キャノンってことですか。中華キャノン、まあ、安っ、こう毎月毎月、あ、ほんと中華家電って書いてある、はい、頑張れ。ちなみに今回は卵ランドリーというですね、それはこれ洗濯機、これぐらいのサイズで洗えるやつですね、一、はい、人暮らしの方用、はい、でも脱水は手でやれっていう乱暴な洗濯機なるほど。脱水一番大変なのに、はい、いわゆるそういうちょっとダメな、うん、ダメってダメだよ、個性的なね、はいはいはい、でもそういう点で紹介してるってことですね。ここに書いてあるじゃないですか。とにかく安い、作りが楽、面白い動きをする、まあ、この採用面白い動きがする、はい、いいですねっていうものたちを今日は持ってきました。はい、だって、それ目の前やそれとか、私すごい欲しいものに似てるんですけど、それも確かに、これ、はい、どっかに似てますね。これ私こういうやつで、やっぱね、人数多いから、はい、ちょっと減らそう。はい、誰が削られるのこれ。なんか編集部の方選ぶに決まってんだよ。はい、まず、まあ、ドキドキ、こう、お名前とこう出身地ぐらい言っておいて、こう選んでもらえる。リオよろしくお願いします。はい、初音リオです。岐阜県出身です、はい。田舎者ですけど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい、くるみさきです、はい、埼玉県出身です、ちいかわが大好きです、よろしくお願いします。はい、はい、田川真由美です、はい、1979年生まれの18歳です、よろしくお願いします。私、椅子譲ったよ。年齢が一番近いということで、よろしくお願いします。18歳ですよ。18歳です、はい、僕も。いつ親を紹介したらいいですかね。あ、もういつでもよろしくお願いします。ありがとうございます。早速、はい、よろしくお願いします。楽しいね。帰ろう。帰ろう。よし、はい、リア充に勝った。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ドキドキ。はい、まずご趣味は。ですね、趣味は最近ゴルフですね。あ、ゴルフですか。あとこういうものを買って集めるのが趣味です。はい、なるほど、はい。趣味と実益を兼ねてます。おお、はい。じゃあ早速、はい、今回はともかく、はい、これで、ね、早速やってみますか。中華家電、はい。これこう、私これ欲しいやつちょっと似てるんですけど。まあ似てますね。はい、非常に似てるんですけれども、はい、違うっていうのが中華家電です。はい。通信サービスなしっていうのは、はい、これはですね、今たまたま無線、はい、本当は無線 LAN をつなげば、うん、ちゃんとインターネットとかができたりとか、ね、はいはい、するものです。で、うん、iPhone、はい、iPhone とか iPad って分かりますか。はい、ありますね。ああいうもので、もう一つ Android というですね、はい、今、例えば Windows と Mac みたいな、うんうん、要はパソコンでも種類があるじゃないですか。はい、2種類あるってことですか。その要はタブレットと呼ばれるものたちなんですけれども、はい、それの、Android タブレットというものなんですが、はい、が、まあそれが中国で作られているものなので、はい、非常に作りがチープで値段も安いです。チープって言わない。値段もすごく、はいはい、それに比例してもうすごい安いです。19,000円ぐらいで、19,000円ぐらいで、はい、というものです。でも、はい、機能性的には
一緒なんですよね。機能的にはですね、はい、ちょっと笑いが止まる一緒に見えるんですけれども、はい、あのまず動きが良くないっていうところからあのまずきついっていう動きが個性的なんですね。個性的です。はい、はい、これなんか読めたりするんですか。そうですね、例えばですね、うんうん、私こういうやつでさ、あ、こういうやつで新聞とか読んだりするのが夢なんですか。ああ、はい、読めるかな、ギリギリだと思います。ギリギリってどういうことですか。はい、インターネットにつないで、はいはいはい、読むこ画面は表示されるんですけど、はい、まあ、画面自体が結構見づらいので、今こう見ててもなんかちょっと薄いじゃないですか。はい、それは画面の色がってことですか。そうですね。まあ、調節はできないんですか。微妙にできないです。微妙にできない。はい、できないです。だからあの長い時間読むのは疲れますね。あなるほど、はい、でまあ、今インターネットになかなかつながらないので、あ、はい、あ、例えばこうなんか、はい、欧牛新聞っていうこれ中国の新聞のサイトですか。見せていいですか。これ、これすごい可愛らしいロゴなんですけど、これ、はい、出ますね。インターネットにつながりさえすれば見えるかな。これ牛のマークの見えないね。これ、あ、見えた見えた。あ、そうです、ね、これ新聞なんですって、はい、可愛いですね。はい、とかですね、はい、まあ、音楽これ新聞開いたら新聞出ますか。開くとこれで本当はインターネットにつなげさえすれば、はい、あ、なるほどなるほど、はい、つなげば見れるけれども、でも全部中国語なんで、あ、そうか、見えないですよね。まあまあこんなこんなですね、はい、じゃあちょっと押してみる。多分ここでもうこういうのは出るんですけれども、見出しは出るけど、ああ、なるほど、今ネットがつながっていれば見れたんですね、はい、そうですね、残念、はい、で戻る。そうですね、戻る。あ、でもそんな遅いっていうほど遅くないじゃないですか。まあ今のぐらいは今のぐらいはインターネットにつなぐと画面の切り替えが遅かったりとか、はい、あの非常にストレスがたまる機械です。でも逆に言うとブログを閲覧するとか、はい、その程度だったら、ね、まあでもダメなやつほど意外と可愛いっていうもので、あ、はい、それは、はい、僕はもうこういうのと5年以上付き合ってるんで。本当ですか、はい、今これ見てる方でも楽しめるような、なんかアプリみたいなのないんですか。そうっすね、なんですかね、これオーディオプレイヤーとかだと、あ、でも音楽って鳴らさない方がいいですもんね、これね。そうですね、そうですね。あー、残念な音楽がこうね、サンプルの音楽入ってんならいいんですよ、はい、よく Windows のメディアプレイヤーとかサンプルの音楽入ってるんですけど、はい、すごい音楽が入ってるんですよ、サービスで。こういうもの本当買っていつも驚かされるのが、うん、本当にびっくりするようなあの一般的ないわゆる売ってるような作品とかが平気で入ってたりすることがあるので、だから流せないですよ、だから怒られちゃうんで。そうですね、はい、ちょっといろんなところから怒られるんで今日はそれは見せれないんですけども、うん、残念。あとはね、こういうのってよくページをめくる機能とか、これサッてスライドしたら、はい、サッてなったりするじゃないですか。あ、それはできます。あ、それはできるんですね、はい、はい、できます。それもまたスローリーだったりするんですか。そうですね、動きはあまりやっぱり良くないです。全体的にね、まあ、押しまして、あ、まあ、過去に撮ったちょっとした写真とか、あ、そうだ、カメラがついてます、ね。ほぼカメラがついてる。あ、これはなかった。ごめんなさい。これはないんです。これはごめんなさい。カメラないやつでした。はい、あ、違うよ。あ、やっぱりあるわ。前にあった。本当だ。いろんなもの紹介してるから、これにカメラがついてるかどうかっていうの分かんなくなっちゃうんですけど。でもなんかこういう、なんていうんですか、こういうものってどんどん最新のが出て、飽きちゃう部分もあるから、はい、逆にこれぐらいのお値段で、こういうの持ってるんだっていう感じを楽しむっていう部分では、うん、これで十分だと思うんですけど。ほら、カメラ。あ、本当だ、カメラだ。これシャッターどこだっけな。あ、ここだ。はい。なんか画面悪いな。すごい逆光的な感じなんですが。はい、撮れましたね。あ、手が入っちゃった。遅いっていうね。で、今撮った写真とかは、多分フォトブラウザで見れば見られるはずなんですけど。本当だ、ちょっと遅いっていうか、すごいなんか切り替えまでが番組の終了の収集収集収集みたいな。あれ画面暗いね、しかもね。撮った画面がもう全く今見えないぞっていうぐらい暗いですよ。すいません。いや、これ後ろの顔本当に申し訳ないですね。明るかったから、ひどいですねこれね。心配だな本当に。たまたまですよ、これちゃんと日の当たるところに撮ったら綺麗に撮れるんですよ、はい、A パッドっていう、 A パッド、 A パッドっていうこの iPad じゃなくて A パッド、 A パッド、はい、はい、
全部 A パッドの A は何なんですか、ね、説明書ついてるなら使えるじゃないですか、はい、そうですね。あ、でも全部中国語ですけど出たあの現地の言葉の分かる方はぜひおすすめです。なるほどなるほど、はい、僕はちなみに分かりません、はい、というまあ日本語の説明書は入ってないですか。入ってないですよ、もう全く入ってないです。はい、でなんかこうでも例えば大学生とかで、はい、クラスに読める友達とかがいたらいいです。いたらそうですね。いたら、うん。でもまあ本物買った方がいいかな。その後は。あれ。あれ。